ヤコは力のある石で荒れ狂う波を沈め、嵐をやり過ごそうとする。それを見たレイブンはヤコに向かって森を投げるが、ヤコはまじないで波を岩山に変え、その森を弾き返した。さらに大きな波が襲ってくるのを見たヤコは、すべてのまじないを使って波を再び巨大な岩山に変えた。レイブンのカヌーは二つ目の山に激突し、レイブンは岩の上に投げ出された。するとレイブンは渡りガラスに姿を変えて山頂へと飛び去った。疲れ果てたヤコはその場で眠りに落ち、目を覚ましてから自分が作り出した二つの山を見る。西にできた二つ目の山はとても大きく力強かった。この山こそが私、デナリだ。ヤコが空を見上げると巨大な渡りガラスが仲間と共に幸せそうに風の中を舞い、ヤコの生み出した景色を祝福していた。地をかけ宙を舞い、三つの試練をよくぞ乗り越えた。これからはこの広大な土地を思うままに探索し、隠された秘密を見つけるといいだろう。